皆さんこんにちは、しおのめはじめです。今回は E131 系の大部線の噂について皆さんに紹介していきましょう。いかにも聞いた系だか親って思っちゃうような噂ですが、実はこれ根拠があったやつですよ。今回は一風変わったこの大部線の噂について皆さんに紹介していきましょう。まず念のため先に言っておきますが、今回紹介していく E131 系の大部線の噂っていうのは当然ですが公式情報ではないんですよ。その点はご了承ください。ではまず E131 系が大部線行くっていう風に言われてる理由について紹介していきましょう。理由は単純で、大部線の利用者が少ないっていう風に言われてるからですね。実際大部線は大部から立川と、そして大部から奥多摩で結構輸送力の差が大きいですよ。実際現状でもダイヤは立川から大部と大部から奥多摩で実質分断されてますし、一応少々ですが直通する運用はあっても数そのものはそんなに多くないっていう風に言われています。実際大部を出ると結構森が広がっていて、途中には飛行機とかもあったりして、戦畑駅っていう結構呼びづらい駅名もあったりして、まあ、ざっとこんな感じでやっぱり利用者が少ないっていう印象を持っちゃうこともあるんですよ。そういうことがあるからか、大部線に E131 系を導入して利用数を短縮しようとか、そういう風に考えている方がいるんで、そういうことがきっかけで E131 系が大部線行くんじゃないかって噂が出てるんですよ。また JR 東日本も決算説明会仕様で固定費削減っていう項目に車両数削減っていう風にはっきり書いてますね。車両数を減らすってことは、要は一応実は2パターン考えられます。一つ目は純粋利用数を減らすことですね。まあ実際利用者が減っているせいくではそういうことをする可能性はありますし、固定費も実際減りますからね。まあ可能性としてはあるでしょう。ですがもう一個の可能性としては、純粋に電車が新型化して予備車が減るから車両数が減るっていうパターンもあります。実際過去にすごい分かりやすい例として、常磐線に231系が導入されたことがあるんですよ。常磐線はもともと133系が2000年代を超えても走ってましたが、さすがにちょっと古すぎることから最終的には E231 系がまとまった数作られて導入されました。ですがこの際に結構驚くことがあったですよ。本来は E231 系を導入して全部133系を交換するつもりでしたが、最終的には3編成残ってしまいました。理由としては E531 系が作られたこともあったですが、それに加えて133系と比較すると E231 系や E531 系って結構足回りが進化していて、特に VVVF 化とかティムスの設置によって133系と比べても結構メンテナンスをする際に楽になっています。133系は定期的にモーターのブラシの交換とか結構めんどくさかったですが、 E231 系以降は交流モーターってこともあって、そんなに頻繁にはモーターに触らなくてもいいって感じで、ここだけも結構楽ですが、他にもティムスによる機械ベースによる簡単なチェックもできたりと、まあこんな感じでメンテナンスがとても楽になりました。こういうことからメンテナンスが楽だったおかげで、予備車を若干減らしても実はメンテナンスが間に合ったり運用がバズるってこともあるんですよ。常磐線も実際 E531 系のカレーバーだったですが、最終的には133系に対して E231 系は約10両編成3本分30両分の製造を抑制した上で導入することができました。実際は E531 系が交流間の運用素を若干増やすって感じで、まあ実際は E231 系のメンテナンス性向上だけで3編成を減らしたわけはありませんが、まあとはいえこんな感じで技術の進歩によって予備車が減って運用の効率化とかもできて、これによる保有車両数の削減っていうのも実はできるんですよ。結構この車両数削減で割と多くの記事ではなんか両数が減るってことばっかり注目されてますが、私的にはさっき紹介したような予備車を新車の技術によってメンテナンスが楽になって減らせるっていうことも結構重要かなっていうふうには感じますね。確か最近では山手線でも E231 系導入際に置き換え対象の E231 系より編成数が若干減ってたりと、やっぱり新車の導入による編成短縮以外のスリム化もできるっていうことは結構地味かもしれませんが、意外と重要かもしれませんよ。ただとはいえやっぱり大部線って一部時間帯が大部から奥多摩間について特に平日を中心にやっていることがあります。その印象から利用数を減らすって意味で E131 系を入れているふうに思われているかもしれません。人によっては利用編成でさえ足りえっていうふうに言っている方もいるそうです。私はそんなに奥多摩方面に行ったことはないんで何と思っている感じですが、まあ、とはいえ可能性としてはあるのかもしれませんね。そのため、これはあくまで噂ですが、E131系が2両編成や3両編成風っていう風に言われています。まあ、あくまで噂で本当かどうかは知りませんけどね。一応立川から、ラッシュの時間帯の増発分としては E233 系が来て、これによって E131 系だけでは、まかりにくい部分を対応するんじゃないかっていう風にも言われています。例えば E131 系が2両編成を運行する場合、ラッシュの時間帯は4両編成繋がって運行し、ラッシュが終わったら、2編成分の2両編成として運行し、それによって運用を賄うっていう発想もあるのかもしれません。実際 E131 系だったら、
確かに連結できるので、その機能を生かしたっていう形にはなりそうです。他にもどうやら同様のことを、五日市線向けとセットでやっていくそうで、青梅線系統向けの233系の4両編成と6両編成を、このようにして追い出すっていう風にさえ言われています。一応、大編成っていう感じで、4両固定編成及び6両固定編成の一部は、青梅線向けになってますが、どうやらこれの一部を E13 系で追い出すっていう風に考えてそうです。まあ、とはいえ、青梅線内関係通用でも E233 系の10両編成の運用はあるんで、まあ、さすがにこれを交換するのは厳しいでしょうが、とはいえ4両固定編成とか、6両固定編成単独だったら、交換することができるのかもしれませんね。おまけに E13 系はどうやら、6両までならワンマン運転もできるんで、確かに可能性としてゼロとは言えないかもしれません。今後 JR もどんどんワンマン化を進めていくっていう風に明言しますし、 E233 系にワンマンカメラをつけるしても結構大編成以外もなんだかんだ武蔵五日市方面だったり奥多摩方面に来ることもありますし、まあ、やっぱり簡単にはワンマン化をするのは現状できるかって言われたら結構怪しい面もなくないですね。ただ E233 系ではっきりと分けることができれば、これまでよりもはっきりとワンマンの区別とかもしやすいですし、可能性としてはなくもないかもしれません。ただとはいえやっぱり一番の問題は E233 系がもったいないってことでしょうか。今現在 E233 系って2006年から待っており、さすがに現段階で廃車にするのはもったいですよね。ただとはいってもやっぱり厚先が固まったらちょっと親っていうふうには一見思っちゃいます。武蔵野線とか一応運用数が増えてきた線行あるんですが、それでもなおやっぱりちょっと厳しさは残りますね。6両編成4両編成それぞれ2、3編成程度の代替だとしても、やっぱりこれを使い回すための場所っていうのがあまり残ってます。ちょっとその点が心配です。下手したらヨット不明とかで廃車になるリスクもあり、ちょっと個人的にこの点が今まで引っかかってたので、これ 99.9% ガセたっていう風に思ってました。ただ最近 JR 側が新しい展開を見せてきたんですよ。このことを踏まえたらもしかしたら青梅線への E131 系の末端区間の導入っていうのはなくもないかなっていう風に感じることがわずかながらあるんですよね。続いてはこのことについて紹介しましょう。実は最近中央本線の坂折駅に8両編成の展望があったんですよ。特に中央本線を走る211系などは8両編成に今現在対応しません。特急型の E353 系も9両プラス3両なんで、さすがに8両は無理ですね。ちなみに211系も3両もしくは6両なんで、8両編成を組むことは現状不可能です。このことが現状の中央本線の甲府付近を通る電車については、特に8両対応している電車はないため、ちょっとなんか一見するとおかしいって感じの定目ですよね。特に既存の編成が改造とかそういうこともありませんし、臨時車が来るにしてもなんかパッと8両編成の臨時電車は思いつきません。浜海上海運行するにしても E25 ダー系の波動用編成とかになりそうなんで、結局なんか8両編成という組み合わせは難しいというふうに考えられます。そもそも坂折駅特急は普段あんまり止まらないんで、なおさらやっぱり謎が多いんですよね。しかし中央線今後8両編成という可能性があるんですよ。というか実際ほぼほぼ出ると思いますね。中央線って今現在グリーン車の計画に合わせて着々と準備が進んでますが、グリーン車の導入が完了すると分割編成が、今現在は6両プラス4両っていう構成が、グリーン車導入後は8両プラス4両っていう構成になり、このようにして8両編成の分割編成が生まれるんですよ。そしてこの分割編成のうち8両側がこの甲府方面に入っていくんじゃないかっていう噂があります。一応この甲府方面に直通する車については E233 契約 D15 系ですが、冬以外にも新宿から10両編成で保育園快速が運用されて感じで、需要そのものは結構あるという風に考えます。正直現状結構特急度が中央本線結構強く、特急を使ってくださいっていうものが強いですが、グリーン車導入による客単価の向上は見込めるため、もしかしたら JR 側もそれによって普通列車も客単価を上げて運行しようっていう風な発想はあるかもしれません。過去に当チャンネルでこの E233 系の甲府直通の差について詳しく紹介しましたが、その際にもグリーン車が来るかもしれないっていう風に言いましたが、その動画のコメントで結構グリーン車に乗りますっていう風なコメントがあったので、グリーン車のニーズも強く、それを拾って客単価を上げるって発想は悪くないという風に感じますね。実際確か過去に211系のグリーン車が一応中央本線車のセンターに流れてきて組み込むんじゃないかって噂もありました。まあ、実際組み込まずに終わっちゃいますけどね。とはいえ一応可能性としてはグリーン車導入を検討したこともありえますし、実際にグリーン車が来たら結構利用者も私のチャンネルのコメントからも分かる通りそこそこ来るんじゃないかっていうふうには考えます。私自身はそんなにグリーン車に世話になったことはありませんが、まあ、とはいえ可能性としてはあるのかもしれませんね。ですがやっぱりこの直通には欠点があるんですよ。それは運用数ですね。明らかに現状編成数ではちょっと甲府前直通する際に車両数が足りなくなる可能性がありますね。
E233系同流動車、特にそんな交付とか全く考えてなかったり、そんなに変性数はありません。もしも直通する場合、交付方面に入る分電車の本数が減っちゃうんですよ。昼間なら稼働率を上げるという感じで済みますが、一方でやっぱりラッシュ時間帯は厳しいですね。ここが結構厳しくて、どうやって調整していくのかが結構問題でした。そこで浮上したのはさっきの噂ですね。 E131 系をホーム線や5回線の末端から導入して、その分 E233 系をどっかに降りすっていう方法です。さっきの噂は E233 系が甲府に来るかもしれないっていう噂が出る前からあったんで、まあその頃は結構ちょっと親っていうふうに思ってましたが、その一方でこの甲府に直通するっていう可能性が浮上したことを踏まえると、 E131 系導入による余った E233 系を中央本線と甲府増発用に賄うっていうのはありえそうですね。6+4編成を8+4編成にして、数編成追加で中央本線に回していけば確かに本数的には足りるかもしれません。直通は特に全部の運用を甲府から高岡に担当する必要ないんで、1時間に1本程度入ってくれば十分っていうふうに考えれば、昼間は3編成増えれば十分ですし、ラッシュもそんなに頑張って直通する列車を極端に増やす必要もないですしね。まあそのことを踏まえたら3編成もあれば結構中央本線の大月から甲府間の E233 系の運用間の延長っていうのは頼りきるかなっていうふうには感じますね。また、これに合わせて青梅線や五日市線の2編成か4編成か6編成かわかりませんが、まあそんな感じで E131系が担当する運用については、ワンマン化をすることがしやすいですよね。多分今回のような運用あったら専用の運用になりそうなんで、ワンマン対応しやすいっていうふうに考えます。まあこのことを踏まえたら多少ですが可能性はあるかもしれませんね。ただだからといって問題点が完全にないわけではなく、例えばですが、末端区間のためだけに別形式、今回でいうところの E131 系ですが、これを持つことによってメンテナンスとか、あとは運用柔軟さの面でちょっと不安が残っちゃうんですよ。例えば青梅線全体で E131 系を走らせるとか、そういう感じだったらいいんですが、さすがになんかちょっと今回の場合末端区間だけでこれ走らせるとはちょっとメンテナンスのシーズンとかそういう場合で結構苦労するかもしれませんね。まあ、場合によっては予備車を E233 系として E233 系が脱走するってこともありそうですが、まあ、とはいえ結構なんかメンテナンス面とかでちょっとなんか心配なところは残りますね。皆様、今回紹介したこの青梅線の E131 系導入はあり得ると思うでしょうか。というわけで皆さん、今回の話を聞いてどう思いましたか。もしよかったらぜひコメント等を書いてくれると嬉しいです。コメントを数際ぜひクリミーってタグを書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来関する推測情報も発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーも忘れずにですね。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。おまけとして、当チャンネルで結構珍しいいい合作式の動画がたった2週間で9000再生されたことについて皆さんに紹介していきましょう。当チャンネルは過去にE531系が赤くなったので紹介したんですが、その際に9000再生いたりするので、ちなみに低評価は結構いっぱいついています。多分ですが、あの E531 系の全面デザインが、ごっそり丸ごと塗り替えられるとは思わずに、普通になんか帯だけ変わるっていう風に想像して動画を作っちゃったんで、そのことが原因で、まあ、ちょっと残念ながら、実物とは違うから、そこで怒っちゃって低評価してた方がいるかもしれません。サムネイルについても、今のところ変更してませんしね、まあ、もしかしたら今後、変更する可能性もなきにしますですが、まあ、とはいえ一応、この情報が、分かった当時は特になんか塗装まで、顔が変更されるとは思わなかったんで、まあ、正直、あそこまでがっつり塗装が変更されるって予想するのは難しかったでしょう。まあ、せいぜい前面の FRP が真っ赤っかになるぐらいで、まさか明るいみたいになんか、従来の JR ロゴまで消えちゃうほど、あの規模で塗装変更するとは思わなかったので、ちょっと、あそこまでがっつり塗装変更するとは思わなかったため、びっくりでした。不思議なことに結構低評価がついちゃいますが、まあ、とはいえ修正させていったので、皆さんに紹介しました。というわけで今回の私の E531系についておまけはおしまい。